ダーを格付けチェック2020春そうです。今回もワインです。ね。いや違うだろう。聞いてる話違うんだけどな。ワインは。ハロちゃんはチーズ食べてるよ。口直しに飲んでください。今日はですね。はい。馬刺しです。馬刺し。馬刺し。ほう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 。大トロ、中トロ、赤身、ヒレ、たてがみ5つ5種類もあるんだ。いや昔馬刺しは食べてたけどどの部位かは知らない。5種類あるのね。5種類あります。え、全部当てんの？全部当てましょう嘘でしょ。わかるわけがない。失敗したら、はい、画面から消えてもらえる。はぁ、あ、頑張ります。で代わりに、はい、猫を写しますよ。その猫ちゃんがこちらです。ペルーペルー写すからね、失敗したら。ペルどんな番組だよ。はいはい、始めましょうか。まずじゃあ見えにくいように何これサングラスを変えます。でもボツボツしてるの変えんの。見ましょう。見ちゃダメでしょ。変えんの。あー見えねえ。なんだこれ。これなんか健康グッズみたいだな。健康になりそうですか。健康になりそうだね。どんな感じで健康になりました。あんな感じこんな感じそんな感じ。でも目つぶってた方がいいんでしょう。目つぶりましょう。はい、じゃあ一品目。はい、醤油とかついてんの。醤油とかついてもつけない方がいい。え、ついてていいよ。じゃあつけます。こぼすなよ絶対。よしよしよし。牛肉、豚肉、鶏肉だったら何が好きですか？鶏かな。豚に近いのかな。はい、こちらです。はい、あ、待って飲むわ。はい、いや、さっきよりはちょっと噛み応えがあるかなっていう。さっきは、うん、これに比べるともっと柔らかい。
これもさっきより硬いな。歯応えある。味も若干さっきよりは酸味があるかな。うん、どれもさ、あのなんか武蔵が来た時チーズ食べた時に鶏のさ刺身みたいなのあったじゃん。あれに近いよね。あれ鶏だったよね。あれに近い。はい、うん、ちょっと酸味が強いな。いいよ。臭みがある。馬っぽい。馬っぽい。よく走れそうですか。そうだね。まあ、G1 に出るようなやつが刺身になると思えないけど。なってるかもしれない。いや、なっけないっしょ。優雅様のために特別に命を捧げてくれたかもしれない。かわいそう。かわいそう。うん、ちょっと臭みがあるな。はい。では最後行きましょう。はい。はい、大きく口を開けて。すごい柔らかいし、トロトロしてる割には噛むとサクサク言うんだよね。最終的にはちょっと繊維が残るかな。最後ちょっと残る感じってタコだよね。タコよりはタコより。イカとタコとエビだったらどれが好きですか。エビ。エビ。はい。もうこれ一回ワンチャンスでしょ。うん、もうバッチリ。そうですね。多分。間違いようがないかな。間違いようがない。簡単っちゃ簡単かな。感覚的には一番最初がすごい良くて、だんだんグレードが落ちてる感じで、一番最後がちょっと異種が来たなって感じです。なんだっけ品目。大トロ、中トロ、赤身、ヒレ、たてがみ。もう全くその順番でしょ。 ABCD で。それでいいですか。間違いようがない。全く同じ順番で食べたね。なんすか。全く同じ順番で食べた。うん、そう、最後がたてがみ、あともう全部だから順番です。本当に順番、A が大トロ、大トロ、中トロ、なんだっけ、赤身、ヒレ、あ、ちょっと待って ちょっと待って、逆、ヒレと赤身だけ逆だ。大トロ、中トロ、ヒレ、赤身、たてがみの順で食べてる。じゃあ食べさせてくれたあゆちゃんの正解発表していただきます。はい、どうぞ。
最初が大トロ、はい、中トロ、はい、赤身、うん、ヒレ、うん、たてがみ、なんだよ、変えなきゃよかったよということは薄す勝ちなし、えー、ここからは猫でお楽しみください。テールさんに喋ってもらいましょう。テール、なに、テール、なに、おはよう、おはよう、テール、なに、テール、かわいいね、バサシちょうだい。テール、寝ちゃうの？また、あいつ間違えたんだろ。間違えちゃったみたい。また最後に変えたんだろ。そう、また最後に変えちゃった。バカだよねバカだよね。この間もそうだったじゃん。この間も途中まで自信持ってたのに、ね、変えちゃったじゃん。バカだよね。ピール、なに、ピール、おやすみ、おやすみ、レイロ、おやすみ。あのさ、はい、もうちょいしっかりやれって言っといて。はい、おやすみ。格付けチェック終わります。バイバーイ。バイバーイ。